ご視聴ありがとうございます。大久満です。今回は七里ヶ浜の愛花、通称真白木富士の音の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わない、いわゆる開放弦。 C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で3種類。簡単に確認しておきましょう。C コードの形です。 F コード、講座では押さえやすい簡易型を使います。この形です。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。 G コードの形です。今回の課題曲は1/8拍子ですが、おおむね3拍子と捉えて解説を進めていきます。弾き下ろしばかり3回繰り返して 1,2,3,1,2,3 と繋いでいきますが、一拍目は各コードのベース音あたりへ軽く当てに行ってリズムを作ります。コードのベース音とは和音の要となる低音で、例えば C コードなら5弦、簡易型 F コードでは4弦、G コードでは6弦の音がそれぞれベース音になります。右手ストロークははじめ、6本弦すべてを弾くのではなくて、ベース音となっている弦を狙ってピックを当てに行きます。ズバリ当たらなくても、その周辺が鳴っていれば結構です。例えば C コードですと5弦狙い。その際、親指をやや前にせり出して6弦に軽く触れさせておくと弦が響かなくなり、大まかに上を狙うだけで5弦を楽に響かせることができます。そして1打目は弾くというよりピックを弦にぶつけに行く感じで、ズン、あとはジャカジャカ、これを繰り返して、ズンジャカジャカズンジャカジャカ。簡易型 F コードですと4弦狙いで、ズンジャカジャカズンジャカジャカ。 G コードですと6弦狙いで、ズンジャカジャカズンジャカジャカ。では少し難しいかもしれませんが、左手で C コードを押さえて、このズンジャカジャカ1セットを4回ご一緒しましょう。ゆっくり3カウントで入ります。1,2,3, ズン、ジャカ、ジャカ、ズン、ジャカ、ジャカ、3回、4回。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンは、ゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。では、メロディーラインへ入っていきましょう。前半の5行、まず3行分のゆっくりお手本を先に聞いてください。コード進行を見ておきましょう。C コードから G コードを繰り返して、最後は F コードへ。ではさらにゆっくりスピードでこの3行をご一緒しましょう。3カウントで入ります。1,2,3ここまでの部分が標準スピードに達すると、
半の2行、まずゆっくりお手本です。歌い出しの部分でコード表記に×印が打たれています。これは直前の F コードから押さえを離して瞬間的に全ての弦を開放にして、その時2弦、3弦、4弦あたりが和音になっていますので、そのあたりを狙って軽く音を出してつなぎにするというものです。江の島の部分から弾いてみます。もう一度。と繋いでいきます。では少し難しいかもしれませんが、江の島の部分から後半をご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー、この部分が標準スピードに達すると、となります。続いて後半の4行。まず2行分のゆっくりお手本を先に聞いてください。かねらぬ十二の方式にたまに。この部分の最後も F コードから開放にして、先ほどと同じ手順です。ではゆっくりご一緒に2カウントで入ります。ワン、ツー、カネラヌジュリの方式にたまに。この部分が標準スピードに達すると、かえらぬじゅりの方式にたまに。となります。続いて最終部分。まずゆっくりお手本です。ささ。ではゆっくりご一緒に2カウントで入ります。ワン、ツー、ササネマツルネトコロ。この部分が標準スピードに達すると、ささねばつるむねところとなります。
回の課題曲、七里ヶ浜の哀歌は、明治時代に起きたある悲しい事故が曲の誕生と深く関係しています。明治43年、神奈川県逗子開成中学校の生徒たち12名が、遊び心からボートで冬の海に出たところ、強風を受けて転覆、尊い命が奪われるという痛ましい事故がありました。学校で執り行われた追悼式、当時系列下にあった鎌倉女学校の教師、三隅鈴子が、賛美歌のメロディーに詩をつけ、鎮魂歌として捧げた。それが後に、七里ヶ浜の哀歌として世に広がり、歌い出しの真白き富士の音という通称で人々に知られるようになりました。戦前は主に女学校の生徒たちが音楽の授業で習い覚えましたが、その哀悼を帯びた作品の力は、やがて悲しみを超え、世代を超えて、青春期の思い出を刻む一曲として、今も多くの人々に愛されています。伴奏では歌声をよく聞いて、ギターの音色が先走りしないよう、スローテンポを心がけてください。全体の弾き方解説は以上です。なお、フルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。さらにこの後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、七里ヶ浜の哀歌、お手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。